皆さんこんにちは、ニューロン TV のお時間です。はい、ということで始まりました第2回目、なんか、はい、あのタイトルを作ったんですよ、ニューロン TV っていうね。なんかでもそれ聞くとあれかな、あの大物 YouTuber のあのヒカキン TV みたいな感じに聞こえますけど、私はねそれとは違うので、はい、安心してくださいね。はい、ということでですね、今回はあれです、私がなぜこの地球に来たかについてお話ししようと思いまして、まあ、ちょっとVTR を作ったので皆さんに見てもらいたいなと思います。ではご覧ください、どうぞ。西暦2150年、2000年初期に VR が誕生してから100年以上が経ち、人々は仮想世界で生活するようになった。VR は医療や企業のプレゼンなど様々な場面で活躍し、一番大きなメリットは現実世界での辛い出来事を忘れ、バーチャルの世界では誰しもが物語の主人公のように注目を浴びることができる。人々にとって生きる大きな希望となった。そこで人類は永遠にバーチャルで楽しい生活を送りたいという思いから、ついに肉体を放棄し人類アンドロイド化計画を目指すのであった。それは精神は元の人間のままで、肉体はパーツの取り替えによって永遠に朽ちることのないロボットに改造する計画である。それに対し人型ロボット開発部に所属していたニューロンは、肉体をむやみに放棄して良いのだろうかと疑問を抱いていた。ならば VR が誕生した2000年初期に戻って調査するしかない。彼はそう決意し、2019年の地球、日本へと出航した。これから始まる物語は、バーチャル世界を通して人々の生活がより豊かになる方法を探し求める調査記録なのである。はい、いかがでしたでしょうかね。ちょっと SF 感の強く大げさな内容ではありましたが、まあ少しは分かっていただけましたかね。はい。で、まあ途中でコロニーが映ってたと思いますが、あれは私たちの居住区になります。といってもよくある人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってとか、突如エイリアンが地球に侵略しなんていうようなね、映画のような理由でコロニーにこう住むようになったわけではなくて、きっかけは宇宙旅行がこう一般の方でもお手頃価格で行けるようになってからですね。当時宇宙旅行ブームがありまして、それに乗っかる形で宇宙のあらゆる惑星に居住区を作り、宇宙にですねこう数日間暮らせる宇宙生活キャンペーンなんていうねものを始めたところ、多くの人が住みたいと殺到しまして、そこから宇宙にこう大勢の人が暮らせるコロニー建設が始まったんですよ。ね。はい。あと、私の名前ですね。私の名前ニューロンって言うんですけど、これ本当は本名じゃないです。はい。ニューロンっていうのはですね、いろいろありまして、わけが。はい。ニューロンって日本語で神経細胞って言いますね。で、この神経細胞って意味は、こう、情報処理やこう情報伝達に特化した機能を持っていて、そのこう情報伝達っていうのは、まあ、私がこういったこの未来のことをこう話していくとか、こういう情報発信、まあ、そういったこうつなげから私がニューロンという名前を名乗ってます。なのでね、本名は、まあ、秘密という形ですね。はい。あとは、そうですね、私はこう、まあ、皆さんとこう話、画面を通してね、こう、コミュニケーションを取っていますが、私は今こっちの過去の世界に来ているのは、ネット回線を通して過去に戻っているんですよ。はい。で、あちらに見える船、宇宙船に乗り込んで、回線に乗り込んでおります。ということでですね、次回、この船についてお話したいと思いますので、皆さん、あちらまで行きましょう。